冷水学院は中国石膏省冷水市連徳に本部を置く中国の公立大学である。2004年に設置された。2020年4月時点では学校の面積は1008.16世、建築面積は38.74万平方メートル、生徒数約1万3983人、本科生1万698人、教職員1117人。 公門図書館、霊水学院は1907年に設置された、ところ州市藩学堂が前身である。1912年、ところ州市藩学校に改称。翌年、石膏省立、第11市藩学校に改称。1923年、石膏省立、第11市藩学校と石膏省立、第11中学が統合。1939年、 国立英史大学が設立され、学校の所在地は霊水市範専科学校の所在地です。1946年、熊和県で所州市範学校を再建しました。1949年、所州市範学校は熊和県から霊水山岸寺に移りました。1953年、霊水市範学校に改唱。1978年4月、 石膏師範学院、冷水文校を設立しました。同年12月、石膏師範学院、冷水文校を基礎に、冷水師範選科学校を設立しました。2000年8月、石膏省少数民族師範学校と商用師範学校を吸収合併する。2003年3月、冷水師範選科学校と冷水職業技術学院が統合され、 冷水学院となる。2007年3月、石膏省、冷水衛生学校を、九州合併する。2016年、冷水学院、商用工区が完成し、冷水中等専業学校が、冷水学院に合併されました。2020年9月20日、海西学連盟に参加します。学院も、系も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、 学院と経の上の編成で実態はなく、日本の学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。ありがとうございます。